デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメロン聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。なんかこういう専門家的な時によく足を組んでる、ちょっと専門家チックな感じで足を組んでみましたが、どうですか、できる人わかんないですわかんないです、特にわかんないよしきとかこう、うん、そうねみたいな感じで専門家といえばよしきさん、X ジャパンですね。それか、あと作業着を着たおじさんがこうはいっていう感じの、どっちかですね、僕のイメージでは。技術職の方、技術職の方が作業着着てはいっていう、こうその中のどちらにも属さないのがこの私でございまして、専門家ですから。そう、どっちの専門家なのかって言われたら、何の専門家は細かくは言ってないので、毎回そうですね、まあ、はい、エアガンはね、皆さん多分知っていただいてると思うんですよ。これは模型パドックのチャンネルだっていうのを理解しないで見てる方が中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、そうですね、模型パドックのチャンネルでございますんでね、注釈を入れたいのが一つだけって、あいつはなんで銃のことをこんなによく喋るんだと言って、芸人ではないのかと思われてる方もいらっしゃるみたいなので、あえて言います。私は模型パドックに18歳から就職して、ここでダオイ魔王と魔王にしばかれて銃をずっと見てきて売る仕事をさせていただいたという実績で、ここで話をさせてもらってるというところで、若手の芸人雇ったのかなっていうふうに初め言われてたんですけど、芸人という枠には一回も入ったことはなくて、芸の道に行けたらもっと面白いこと言えると思うんで、これが限界です、おじさんの。はい、うん、面白いこと言おうとしてんじゃないんです、そのまんまなんです。はい、うん、他の回でも言ってますけど、素材の味をそのまんま出しておりますので、それが気に入ってもらえるかどうかとね。塩だけで味付けしてますから、信頼していただけてるかどうかとピンク岩塩使ってね、こう変なね、あの調味料は使いません、塩のみです天然の塩を振りかけてね。だからダメな時は全くダメだってこれ合わなかったな、あーたーは塩じゃダメだったなって臭みが消えてねえって、ね、皆さんその辺も見ながら楽しんでもらえてるんだと思うんですよ。あ、なるほど、今回違ったなってね暴走してんなとか、2割当たりであったらいいんじゃないですか、うん、あ、この回は分かったなとか、うんうん、いろいろあると思うんですよね、ざっくばらんに、うん、っていう回なんでね、毎回絶対ヒットするかって言われたら別でございます、はい、それリハもやらない、そのままぶつけて読む、うん、そりゃ当たり外れあるでしょうね、ほぼカットはないわけですから素材の味を楽しんでもらいたいドラマなんだよっていうことでね、ドラマ、ね、専門家で頑張らさせていただいておりますんで、はいはい、些細なことでも結構でございますんでね、はい、このコーナーは皆様からの、はい、お悩みご質問に答えるコーナーなんですけれどもね、あの専門家ですけれども、どんなことにも答えるぞと言ってますけども、分かんないもんは分かんないですそう、うん、そういう時にはザックバランに僕らなりのことを答えてるんで、それが共感できるかできないかは皆さんそれぞれ次第と。そうですねそれはその通りです、うん、はい、ということで、今ね返答期間1ヶ月ぐらいと短くなっております、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問ね、どんなことでも構いませんので送っていただければなと思います。さて今回はマグロ解凍済みさんからの投稿でございます。2人に聞きたいということで、デメさん浦方さん、いつも楽しく拝見しております、ありがとうございます。長文すぎるのでこの質問はスルーしていただいても大丈夫です。いえいえ、長文の方は皆さんいっぱいいらっしゃいますまだ短い方かもしれないこれこうスクロールしなくたって見れるもんね、見れるもんね、うん、今日スクロールあったからねスクロール 2,3 回あるから大丈夫です。はい、近年競技系のプレイヤーが増えた影響もあってか、初心者と経験者で圧倒的な実力差、装備差ができてしまい、初心者の人が一方的に駆られるというシチュエーションを多く見るようになりました、特に精密な動きが要求されるインドアフィールドでその傾向を強く感じます。かといって競技系や上手い人たちにサバゲー初めてのグループが来てるから手加減してあげてねとか、最初の何発かは当てずにちょっと打ち合ってあげてねというのも、同じお金を払って遊びに来ているのに思いっきりプレイできないのは不平等かもしれません。私は特に不平等とは思いませんでしたが、実際にとあるフィールドで言われました。サバゲーの競技人
人口を増やさないとお気に入りのお店やフィールドが潰れるなどプレイヤー側に不利益があるので、競技人口増加はプレイヤーを含むサバゲー業界全体の課題だと思いますが、一方上記のような初心者が一方的に駆られてリピーターになりにくい現状の中、初心者の定着についてどのような取り組みができているか、熟練のプレイヤーであるお二人に プレイヤー視点で見解を伺えたらと思います。よろしくお願いしますと。あ、すごくいいですよ。なるほどね。めちゃくちゃこれはね、スルーしちゃいけない質問だと思いますよ。なぜかすごい怖がる傾向があるんですよ、競技プレイヤーさんと会うと。外のさばけだと、うわまた競技系かよみたいなの聞くと、すいませんおじさんはわからない、その脅威が。競技系の人たちは、例えばね、俺がよく思うのは、オフロードを走ってる人、オンロードを走ってる人って車の作り違うじゃないですか。で、インドアやってる人、アウトドアやってる人、これも違うんですよ。市街地線の人、森の人、これも全然違う。例えば森のフィールドに競技系の人が来てたら、競技系だよっていう理由が僕は分かんないんですよ。森ってアンブッシュってテクニックがあったり、ずっと潜んでたり、仲間で一斉に押されたりとか、数乗りで結構やられることがあって、 CQB だってトレーニングをやってる人が、1人で10人を相手するのって相当大変だと思うんですよ。だから戦術でいくらでも戦えてしまうなと思ってるのはおごりなのかもしれないし、お前大したことないじゃん仲間だよって言われるかもしれないけど、サバイバルゲームってそういうもんだと思ってるんですよね。一人の技量で限界があるから、チームでマンセルを組んでいくとか、目標物に対しておとりになってくれる仲間がいて、それをうまくカットするとか、それは圧倒的にこうサバゲーの楽しみ方の醍醐味だと思ってて、浦さんも自分もメインでやった時、狂気狂ったおじさま方ってのもいたんですよ。30分ずっと打ってる人たちがいるんですね、8人6人とかで。怖いですよね、それは。ずーっと30分のゲームで25分絶え間なく打ってるぞ、で、あいつらどうにかならないのって言ったら、ルール上ならないんですよ。で、実際の戦闘からまあこう見てても、ずーっと打ってるのは来させないための作戦なんですよ。ゲーム性が壊れるでしょうじゃなくて、そういう遊びを真似してやってるから、あって当然だと思ってるんですよ僕は。だからFPS のゲームでやったりしてる人だと、ずっと打ってらんないじゃんってなるかもしれないけど、それで小隊を組んで中隊を組んで大隊を組んでったら、さらに言うならばサバイバルゲームではない武器が実戦はあるじゃないですか。砲撃がある、迫撃砲が降ってくるとか、ミサイルが飛んでくるとか、じゃあサバイバルゲームで敵にこう来させないようにするためにはどうしたらいいのかって言ったら、打ち合うのがやっぱ一番なんですよね。弾をいっぱい打って来させない、それでヒットを取っていくっていうのは脅威だし、で一人のすごい上手いプレイヤーがいて、その人で戦況が変えられるかもしれないけど、バチクソ綺麗に決まった時以外はそういうのってあんまないなと思ってるんですよ。だから自分一人が熟練サバイバルゲーマーです、あ俺で戦況変えるぜって俺は一言も多分言えないし、ただそれぐらい上手い子って言いますよね。その通路を1個ずっとカットしてる、ずっとこうなんだろう、抑え続けられる人、それは攻め方が単調になってるからで気づければいいんですよね。俺はそう考えるんですよ。何回も同じルートでやられたらちょっと悔しいから、別のルート行って裏取ってやろうぜみたいなことをやるわけですよね、うん、で初心者の人を連れてきたいんですよ、そういうのに。諦めちゃうんで、初めての人なんでまたあいつかよってなるので、やり返してやろうぜっていう風な、それが熟練プレイヤーのテクニックだと思うんですよ。やり返してやろうぜっていう、それは悪い意味じゃないですよ。仲間は初めの同じルートで何回もやられてる人に対して、そこのルート危ないよって言って、ちょっと違うルート行こうって言って帰ってあげることが、人口が増えるしハマる要素なのかなって。勝てれば面白いから、裏取りができるとかそういうのがあるといいんじゃない。まあいろんなねフィールドさんがあるから、その運営さんもね来て、はい、いろんなやり方があるから、それを、まあ、否定するわけじゃないんですけど、僕が考えるに、やっぱりどっちかが一方的に負け続けて、どっちかが一方的に勝つ、そのバランスを、
スタッフの人が見極めてちゃんとコントロールしてあげないと、うんうんうん、どっちかは一日つまんなくなっちゃう、うん、それはどっちかはむちゃくちゃ楽しいかもしれないけど、そうなった時にじゃあこっち手加減してくださいっていう話になっちゃったけど、それってもうスタッフさんの技量がやっぱ足りないと思うんですよね。僕はこれと同じことを全くやられたので、うん、あ、そうなんだで、うん、ありますよね。だ、うん、それね、ダメよ。ダメだって両方楽しくなくなっちゃうもん、うん、結局。だからだったら戦力差つけてあげればいいわけ。そうそうそう、わざわざ言わなくたっていいわけだよ、うん、あんたたち強すぎるからちょっと人数減らそう、そうなんて別に言わなくてもなんとなく知らないうちにちょっと2、3、5、10、ちゃちゃって入った、うん、あ入った、あら知らないうちに人数変わったけど、よくやられたよね、それはね。でそれをね、逆に少なくなった方は少なくなった方でじゃあ鼓舞してね、5対10でもうちの方が強いってすげえかっこいいじゃん、かっこいいよね。でも10人の方も人数で押せて勝ったから今度楽しかった、うん、お互いに勝ったり負けたりするのが一番多分楽しい構成だろうと思うから、それを分かんないようにこっちはこう、うん、マネジメントというか演出してあげるのが そのフィールドのスタッフの役目だと思うんだよね。だからねやっぱりそれを言ってこう手加減してあげてとかっていうのはやっぱ違うし、それは同じお金を払ってるからっていうよりも皆さんに楽しんでもらいたいから、それは、うん、自分らも多分一方的に勝ったら勝ったで、まあ、それは楽しいけどでも大丈夫かなってこっちは思っちゃう。まあ裏話だからもう時効だから言えるけどワンサイドゲームやっぱあるんですよ、仲間内で、うん、そしたら自分たちの方がやっててずっと長くやってて、でも初めての人たち面白くねえぜって言ったら、じゃあ引き分けを狙おうかとかっていうゲームコントロールすることもあったんですよね。実際は前の回でね、多分そういうゲームやられて接待騒ぎされたら、うん、萎えるわみたいな話をされたコメントであったんですけど、はいはい、あったね。僕らも立場上やっぱあるよ。ありますあります。どうしてもあーこれちょっとやりすぎちゃったなと。だって10戦やって10勝してイエーイって浮かれられないでしょ、うん、もうそれしたら一般のお客さんは多分別にそれでもいいかもしれないよ、うん、まあ人間性はね別として、うん、人間性は別として一般のお客さんはいいかもしれないけど、僕らの立場ではねちょっと気にしちゃう。それ仮に自分たちのあの主催のイベントじゃなくても他のところで多分やってても大丈夫かなあ、スタッフさん多分困るだろうなって僕ら思っちゃうから気持ちで思うのは、あーまあ Google レビューに書かれるんだろうなみたいな、あそこは全然こうもうなんか1日片方の常連だけが勝ってたみたいなことになって、まあ、それは経営してたとしたら間違いだよね。だから逆にね、人数あれ僕ら向こうに行ってもいいよとかって逆に言っちゃうもん多分。言うね、うん、あうちらのグループ10人だけどそっち行こうかとか5人だけど行こうかって半分切っちゃっていいよって、それでお互いに楽しくできるんだからさ、フィールドさんもそうだし参加してる人もそうだし、そっちの方がいいと思うんだけどね。それが嫌なプレイヤーさんってやっぱ貸し切りやるしかないんだよね。これは手加減されてるとか接待されてるっていうのはちょっとおかしいと思うんだよね。俺もやっぱりこれと似たようなことっていうかまんま同じようなことを言われたから、うん、面白くなくなったしね、なんだよっていう。だから連動不足ですよそれは、運営スタッフの逆に言えば。それはお前らがコントロールすることだろう、お客さんにそれ求めることじゃないよ。お客さんっていうか僕らはねちょっと違う立場だけども、一般のお客さん参加者の人に手加減してあげてっていうのは、それはちょっと違くないと、まあ、言い方はねいろいろあると思うんですよ。ちょこっとだけ初めての人いるから最初のゲームだけさ少しちょっととかさ、本当に常連さんでね言うことはあるかもしれないけど、逆にあのもうゲームスタッフが中に入って身内を後ろから撃って殺す、まあ、ルール上問題なければね、うんうん、それぐらいの覚悟で調整するっていうのもありかと思う、うん、バレなければ、うん、そうじゃなくてこうお客さん同士でやってもらうっていうのはなかなか難しいかもしれないよね、うん、お客さんの中でもね、うん、それを考えてじゃあ例えばまあ実戦であってもねやっぱ指揮官から狙うわけですよね。もちろんそうでしょうね、うん、そう あのヘッドを一回落としちゃえば、うん、ちょっと混乱するから指揮系統がちょっと落ちるんだというのを考えて、ちょっとまあ指揮官じゃなくても あの人特にキープレイヤーになる人ね、なる人はいるなと思ったらその人をちょっと狙って先にヒットさせてからちょっと落ち着かせて進むんだとかっていう考え方を持てる人だったらまたそれはそれで楽しいんだよね。
戦略だから。そうだね、俺は相打ちによく巻き込まれる率が高かったりしたよね。あ、持ってかれたと思って。で、僕らで言えばね、デメさんとやってたらデメさんはもう最高のデコイですから、はい、うん、デメいたぞーってみんなそこにやってきちゃう、勝手にね。そうなんですよ、もう巻いて巻いてですよ、もうね。とりあえず生きてって言われるんですけど、生き残れるわけがないんですよね。あんな生きて騒いでてくれと、四方八方から打たれて、うん、お前、俺は俺なんかヒット取れないですもん、相手のこと打たれてるのをやめてっていいから頭は上げずに騒いでればいいんだと。騒いでるからそしたら減るから、うん、落ち着いたら少ししたら知らないうちに俺らそーっと回ってるわけですから、うん、だから一対一での戦いってあんまないですね、自分は。だまあ初めての人だとね、やっぱりそれがわからないから、まあ、フィールドのスタッフさんがね、こういう風にやると面白いよとか、そのフィールドの特性があるから、また、うんうん、実はこのルートあるんですよとか。そうだね、ここで1人じゃなくて2人で進んでみたらどうですかとか、いろいろなんかね、そう、楽しみ方をその段階段階で言ってあげた方がいいし、すごく上手くなった人たちは逆に圧倒的なね、あの人数差で対戦するっていうのも、うん、それは大変なんだけど楽しくなるからね、うん、首が15分のゲームでずっと地面にこうって押されてたら首おかしくなったあ、来た、あ、ブルーッ、あ、倒した、うん、それが3対50ぐらいになった時だったからもう、たまにあると面白いけど首が痛かったな。前回はやりたくないから、やりたいですよ、そうそう、たまにあると、ああ、お互いにね、守ったか、面白いしね、やっぱこの人たち2人でも強いんだとかね、強いんだねっていう、1人でも強いんだみたいな、1対10でも勝っちゃうんだみたいなのもできるし、逆にそこでさ、初めての人はそういう動きが見れるわけじゃん、うん、強い動きっていうのは。そうなんだよ、別に競技系とかじゃないのよ、うんうん、強い人は強いし、うん、経験してるからできる動きっていうのはあるし、逆にだからね、競技系の人たちも、まあ、皆さん今いらっしゃいますけど、あとね、練習してるよね、競技系の人たちは、うん、結局練習量なのよね、うんうん、だから動きじゃないのよねまあまあ練習した動きなんだけど、それがちゃんと体に染みついてるから、うん、ああいう鋭い動きができたりとかするんだと僕は思いますよ。僕はあの練習が嫌いなので、あ、無理だなと思ったんで、それはしょうがないですよね、やってる人がうまい、それは正しいです、うん、いや、まあそこをね、手加減してっていうのはちょっと違う話になっちゃうんで、うん、これは、そういうやり方ではなく、フィールドさんでもうちょっとね、うん、考えてもらいたいなっていう。でも初心者狩りをしないであげてほしいっていうのも思います、それは思います、うん、初めての人も遊んでもらいたいなと思って、これね、重要、プレイヤーさんにも不利益になります、人がいなくなっちゃったらね、最終的にはね、そうそうそう、まあ、最終的っていうか、まあ、お客さんが減ってしまえば、はい、人口が増えた方がいろんな遊びができますから、そういう感じで言ってくれると嬉しいな。はい、ということでね、はい、まあ、初めてでの人もこういう動画見ていただければね、うん、ぜひアリシャンもね、そうですね、イベントやっておりますので、遊びに来ていただければ、ね、足運んだ人が強いっていう典型的なフィールドですから、足運んだ人、そう、お金落とした人が強いフィールドになるっていう、それはそうですよ、みんな分かってるからっていう、何回も来た方が、何回も来た方が強い、どのフィールドでもそうじゃないですか、何回も行ってりゃどういうルートがあるかとか、うん、ここはこういう角度で見えるとか、ホームフィールドができたらね、 それはやっぱ強いんでね、こればっかね、経験値ですか、はい、はい、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK、 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。